今日はですね、私たち親子が一日に何を食べているのかを紹介する動画です。ちなみに私はビーガンなんですけど、息子のイーライはビーガンではないので、いつもそのビーガン料理と普通の料理を両方ね作ってます。で、今日の朝食なんですけど、オートミールにしてみました。作り置きしたオートミールで、普通にね、オートミールにチアシードが入っています。ヘロー、このオートミールなんですけど、すごい楽ちんでね、夕べ作りました。なので次の朝何もね、ほぼ何もしなくても食べれるっていう、すごい便利な朝食で、容器に適量のオートミールを入れて、ね、そしてその適量のチアシードに、お砂糖もね、その時に入れたい方はお砂糖を入れてもいいし、で、バニラエッセンスもそうなんですけど、私は個人的にね、そのバニラエッセンスをこう少し加えて、で、よく混ぜて、で、最後にミルクをね、入れます。私はね、そのビーガンのミルクをいつも使用してるんですけど、で、さらにね、ミルクを入れた時によくかき混ぜて、で、冷蔵庫にね、入れるっていう、そういうなんか簡単な朝食です。自分の分を取る、エリア。OK、can you take it out and put it there? OK、 で、次にミルクはね、少し付け加えます。そんなにね、多くない量を入れて、で、これからね、チンしたいと思います。I'm not remember? Yeah, I'm gonna put some, enough. あまりね、たくさん入れすぎるとね、それだけしか食べないので、レーズンはこんな感じで。Do you want jam or agave syrup? Agave syrup and jam. Oh, two? Both of them? 両方もつけるの？すごいじゃん。And then maybe you can put the jam in there yourself. Okay. Oh, what the heck? There. That's kind of hard. And then you do it like this. Squeeze a little bit, okay?たくさん、お、ちょっとだけ。お、キャロフォン。It's not coming out! あれだね。You have to be gentle with it. There you go! Oh my goodness! ね、以来の朝食です。こんな感じでね、今からスプーンをあげたいと思います。すごい待ちきれないみたいです。Mouth closed!Mouth closed, Elias. That's annoying. Mouth closed, please. Is it good? Awesome. Do you want water with it? 水ね、まだいい。で、これが私のオートミールです。以来とはほぼ変わらないんですけど、唯一ね、違うのが、ヘンプシードをね、上にかけました。以来はね、ヘンプシードは好きじゃないので、はい、私だけいただきたいと思います。Because you, I have to pop and you pop Pikachu and then... Big Pika! That's how it goes. We're gonna make ourselves lunch? Yeah. Are you ready to make lunch for this? Yeah? Hi. Kind of. What kind of lunch? Yeah. You're gonna eat bread. And afterwards, I'm gonna make some smoothie. Does that sound good? Yeah. Okay. で、イライのランチなんですけど、パンとこの魚のね、トマトペーストみたいなものをつけて食べさせたいと思います。これはね、その主にオメガさんのためにね、食べさせてあげてます。すごいノルウェーでは大人気の商品でね、イライも好きなので、いつもね、美味しく食べています、イライは。このペーストなんですけど、中身はね、こんな感じですね。本当にシンプルに、お魚のトマトペーストです。Here you go, buddy!
is your lunch? ヒライはね、結構好きです。これ、でも、お魚の匂いはね、結構します。マイケルはちなみにね、これが大嫌いなので、いつも彼がいない時に食べさせてあげてます、イライに。You know what was I watching? What were you watching? Sean. Sean? Oh, okay. You were watching Sean? ね。It's Sean.Sean. はい、先ほどまではね、YouTube スクリーンタイムをね、so, you know how to live. だったので、Subscribe, Sean? Yeah, Sean? で、Sean っていう子が好きそうです、YouTube で。Is it yummy? うん。私なんですけど、今回はランチをね、スキップしたいと思います、単純にね。オートミールが結構まだね、お腹に残っている感じなので、後でね、イライのためにスムージーを作るんですけど、それをね、いただきたいと思います。次なんですけど、パンをね、食べ終えたので、スムージーを作ってあげたいと思います。スムージーとこのスナック。で、あとその、これも、ビーガンのリオリオクリームって夕食のためにね、購入しました。昨日でも結構量がね、多いので、スナック用のためのね、クリーム、ホイップクリームを作りたいと思います。で、そのホイップクリームと、このストロベリーをイライにあげてみます。で、イライがね、どうしてもお手伝いしたいということで、スムージーを一緒に作りたいと思います。Can you put it in there? Not with your hands, but like this. ありがとう。ミルクをね、入れないといけないから、Can you put it in there? Yeah. Oh, be careful. Thank you.無事にね、ホイップクリームが作れました。ね、これをイライにね、あげたいと思います。ストローベリーとともに。イライのスナックです。ビーガンのスムージーに、ビーガンのホイップクリームにストローベリー。すごい集中しています。おいしいね、イライ。Oh, okay. Wow, you ate it all?Slowly, Elia. ゆっくり食べないとダメだよ、イライ。Hey! I thought this one was yours! うん、it was yours. You can have more strawberry in there. You have more strawberry? で、そろそろね、夕食の時間なので、ゆっくり支度をね、したいと思ってます。まず、その、マイケルとイライ用のビーガンじゃないパスタをね、作る予定です。ミートボールパスタですね。今日は彼らのために最初に作ります。で、まあ私はね、そんなにお腹空いてないので、後でね、自分のマッシュルームクリーミーパスタをね、作りたいと思います。で、はい、早速始めたいと思います。これがイライのね、ミートボールソースパスタで、これが私のね、そのマッシュルームクリームパスタです。すごい、まあ見た目はあれだけど、あと、キノコってね、すごい秋っぽいのに、もう関わらず夏に食べるっていうあれもあるけど、キノコはね、マッシュルーム大好きなので、このパスタに最近ハマってます。いただきまーす。いただきまーす。イライはね、パスタが大好きなので、週に1、2回はね、確かにいただきます。
いただきます。いただきます。はい、てことでね、今回の動画はここまでにしたいと思います。で、質問などね、意見があればぜひコメント欄の方でね、残してください。最後までのご視聴ありがとうございます。ぶやや。